ボナルーミュージックアーツフェスティバルは、アメリカ合衆国テネシー州にて、毎年行われている野外ロックフェスティバルである。一般的には、ボナルーフェスティバル、あるいは単にボナルーと、簡略化されて故障される。フェスティバルのゲートナッシュビルの南東約100キロで、ジャタヌーガの北西約100キロの地点に位置する小都市、マンチェスターにある650エーカーもの広大な、農場、 グレートステージパークにて毎年6月中旬に開催される。イベント名として冠される、ボナルーという言葉は、ニューオーリンズ R&B の巨人ドクター、ジョンの1974年発表のアルバムタイトルで、知られる現地のスラングが由来であり、その語源は、ボンとデュという2つのフランス語を掛け合わせたものとされる。このスラングの意味は、心から愉快な音楽と言われる。 2002年に初開催。当初は同地のゆえんであるジャムバンドに特化したルーツミュージックの祭典としての性格を掲げていたが、徐々に幅広い音楽をカバーするアクトを強め、現在その開催規模はロラパルーザ、コーチェラと並びアメリカ最大を誇る。英国のグラストンベリーやティー・イン・ザ・パーク、日本のフジロックと同様に、 大自然の中で開催される巨大フェスティバルである。日本からは2004年に東京スカパラダイスオーケストラが出演。ありがとうございます。